ゴーゴーカレー、名前は聞いたことあったけど、北海道には今年2月に初上陸。ゴーゴーカレー、北海道大学前スタジアムに初めて食べに行きました。場所は札幌市北区北17条西4丁目、北18条のエルムトンネルの通りと西4丁目北大通りとの交差点のところです。見た目がもろカレー店という黄色で目立っていましたので、車で通るたびに、ね、入ってみたいなと思ってました。駐車場はないようなので並びの有料駐車場へ。店内は比較的狭めで1人とか2人とかを想定したような席でした。入ってすぐのところで画面を見ながらメニューを選び、精算をしてチケットを渡すと席に案内してくれます。でここのメニューを見ると一番人気はロースカツカレーということでしたが、せっかく来たので若者の支持率ナンバーワンのトッピングてんこ盛りメニューメジャーカレーの M に挑戦。はい、こちらがメジャーカレー M、 1200円です。ロースカツとチキンカツがそれぞれ1枚、さらにエビフライとシャウエッセン、あと卵、そしてキャベツが乗っています。カレーがあまり見えない感じでボリューム満点です。黒っぽいルーのカレー、味はそんなに辛くもなくすごく食べやすい感じで美味しかったです。ただルーの量はめっちゃ少なかったですね。ジャブジャブつけて食べたいタイプなので、ご飯がね残らないか心配だったんですが、カツなどにもソースがかかっていたこともあって、またご飯の量はねそんなに多くなかったので、ちゃんと食べきれました。初めての訪問で店内入ってすぐのところでねメニュー選んで食券買ってって形だったので、ゆっくり見れずに気づかなかったんですが、100円でルー増しっていうのがあるそうなので、次回からはそうしたいと思います。カレーが運ばれてくるまでは少し時間がかかりました。10分弱ぐらいでしょうか。でも揚げたてのカツがサクサクで美味しかったです。ただ食べていてね、どちらがロースでどちらかチキンなのかっていうのは正直ちょっと自分では分からなくなっちゃいました。それとエビフライがねとっても美味しかったです。ゴーゴーカレーさんのホームページを見ると、古くから愛され続ける金沢カレー、その定義は以下の通りですということで、1. ルーは濃厚でドロッとしている。 2. 付け合わせとしてキャベツの千切りが乗っている。 3. ステンレスの皿に盛られている。 4. フォークまたは先割れスプーンで食べる。 5. ルーの上にカツを乗せ、その上にはソースがかかっているということです。ゴーゴーカレーの人気の秘密は55の工程を5時間かけてじっくり煮込んだ特製オリジナルルー、それを55時間寝かし旨味を熟成させる、それが癖になる味の理由の一つですとのことです。ゴーゴーカレーの店名に合わせてね、先ほどから5という数字がすごく出てきますが、55には、金沢出身のメジャーリーガー松井秀喜さんの由来もあるそうです。また開店時間がね10時55分、閉店時間21時55分とね、本当にゴーゴーにこだわりを感じます。店内にはオリジナルソングなのか、ゴーゴーカレーの BGM が聞こえてきたり、あとテレビには自衛隊が出てたりしてたんですが、どうもゴーゴーカレー専用の番組のようです。かなりねそういう力の入った会社なんですね。あと総重量 2.5キロ、各店舗1日5食限定のメジャーカレーワールドチャンピオンクラスっていうのもあるようなんですが、今回私の食べたカレーでもねライスは 300g だったからちょっと私には無理でしょうね。本州にセミナーなど行った時にゴーゴーカレーというのをねよくそういう言葉を聞いてたんですが、どんなものかね私分かんなかったんですけど、このように北海道のお店ができて初めて食べれて非常に良かったです。また食べに行きたいと思います。このヨネチャンネルでは主に北海道の魅力、グルメ情報や景色、生活の様子、
そして私の専門でもある眠りと寝具の話などをアップしています。グルメ、北海道観光、眠りと3つのグループに分けてありますので、ジャンルごとにね、見たい場合は再生リストというのを開いていただけると、ジャンルごとにたくさんの動画を見れます。また今後の情報をお見逃しないようにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。